一応戦闘の基本を教えておくわね。大丈夫、あんただったらすぐになれるわよ。せっかくだしダッシュやジャンプも試してみて。リアルよりずっと体が軽くてびっくりするから。視線に違和感がないか周囲を見渡してみて。もし違和感があったらオプションで設定を変更ね。ここで待ってるからゆっくり調整してていいわよ。いい感じね。武器の収納と切り替えは基本中の基本。じゃあ何回か練習してみて。いい感じね。敵がいます。ちょうどいいところにエネミーがいるわね。とりあえず実戦ね。倒してみて。この調子でいきましょう。やりましたね。やるじゃない。すごいじゃない。クレハありがとうございます。このボックスはバレットボックス。ここで弾薬を補給できるからいい感じね。GGO の特徴的なシステムの一つにバレットラインっていうものがあるんだけど、これは実際に見てもらった方がいいかも。エネミーと戦って実際に体験してみて。少々手荒でしたかね。やりました。トレジャーボックスです。トレジャーボックスってトラップが敷く。それじゃあ階段を上がって先に進みましょう。パーティーメンバー全員がやられちゃったらゲームオーバーだから、やられる前にやってやるのが基本。
レイヤーとは戦闘になりそう。敵がいます。プレイヤーはエネミーと違って強敵だから気をつけてね。あんたの武器だったら走りながら撃つのがおすすめかな。相手の弾が当たりづらくなるから走ることがかなり重要よ。ヘイトの分散をお願いできますか。やりましたね。少々手荒でしたかね。やるじゃない。あの扉いかにもって感じよね。せっかくだし開けてみたらどう？ダンジョン内にはいろんなギミックやトラップがあるからよく注意して行動した。私が教えられるのはこれくらいかな。うん、初めてにしてはいい線いってると思うわよ。GGO の基本的な戦闘は大体わかったでしょ。あとは実戦で自分に合ったスタイルを見つけていけばいいわ。さあ、これからはあちこち探索してレアアイテムを手に入れるわよ。あれ、君たちは。隙を見て逃げるわよ。の仲間なら相当手だれのはず。こちらが振りすぎるわ。もしかして逃げる相談をしてる？正しい判断だとは思うけど、背中向けたら撃っちゃう。クレハ君はともかく、ニュービーの君は一発で死ぬんじゃないかな。正解と言いたいところだけど、結果が決まっている勝負ほどつまらないものはない。君たちも警戒が足りないよ。どうせなら待ち伏せの一つでも仕掛けてくれればよかったのに。実に退屈極まりない。弾の無駄も避けて。だから見逃すとでも言うんですか。まさか。ここは GGO で今は戦いの時だよ。そうだもん、僕に殺されるのとあっちのエネミーに殺されるの、どっちがいい？この奥に少し面倒くさそうなエネミーが配置されている。もしかしたらトラップが仕掛けられているかもしれない。だけどあれを倒さないと先に進めなさそうなんだ。君たちが突っ込んで様子を見せてくれれば助かるな。もちろん倒してくれたらお礼に見逃してあげるよ。どうする？悔しいけど今の私たちじゃ五木さんには勝てないわ。いいね、冷静な判断だ。分かったわ。五木さん、私たちはエネミーと戦います。エネミーを倒した後は。分かってる。僕は嘘はつくけど約束は破らない主義なんだ。君たちに銃を向けはしない。使うわよ。せーや、せー、使うわよ。ん？投げるわ。いい感じね。
敵もよく頑張っていました。なんとか勝てたわね。いつきさん、これで文句はないでしょ。ああ、約束は守るよ。この先、道が二つに分かれているから、まずいつきさんたちが先に進んでください。私たちは別の道を選びますから。実は僕、不自由が全くなくてね。この前も、無冠の女王にレアアイテムを持っていかれたばかりなんだ。だから、君たちが先に選ぶといい。大丈夫？後ろから撃ったりしないから。わかりました。あんたが好きな方を選んでいいわ。私もレベルアップしましたよ。うんうん、やるじゃない。